ルトラスリッチくん T2000 ベンツ買うかベンツ。お兄ちゃんにガンつけてるんですか。続きまして鈴木鉄工さんを動画撮らせていただきます。ということでじゃじゃん鈴木鉄工栄光ウェルネスの責任者、高橋さんでございます。よろしくお願いします。ということで、はい、あのね、高橋責任者さんにちょっと説明をいろいろといただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。まず、まあ、肥料分配機ですね。分配機ですね、はい、鈴木さんといえば肥料分配機でございます、はいはい、皆様トカチでも幅広く使っていただいてる、はい、かれこれもう20年もう20年になりますか。はい、またちょっとね考えの方とかにも皆さんこれから今徐々に使われ始めてるということで、まあ今オイル化の方とか、あとまあ追加で2台持ちの方とかもまあどんどん増えてらっしゃるので、はいはい、昔ながらの形で、これ私も愛用させてもらってますけどね、はい、もうあれですよね、20年経つんですよこれ、ね、20年経ちますね。20年もね、私ねこれでね楽させてもらってますから、本当、はい、この発明はね革命に近かったですね。普通話はもう今まで20キロ台腰、もう今頃あの病院通いですね。本当そう、うちの奥さんもそうですね。鈴木鉄工さんのおかげでね本当にあの楽させてもらってね、私あの5000のね大きい方使わせてもらってね、はい、やるんですけど、高橋責任者今回はすごい一番見せたいものがあるっていうんですが、はい、じゃじゃーん、ウルトラ釣り吉くん T2000 出ましたということで、はい、とうとう出ましたということで、はい、とうとう出ました、はい、これね私今日すっごい楽しみにしてたんですけど何が違うんですかね。はい、こちらですね、今まであの今回 T1000T2000 という形で、あ、 T1000 ちょっとうちにあるやつだね、はい、ね、今まであの1トンタイプの釣り吉くんでございまして、はいはいはい、でまあ皆さんこちらをお使いになられてたんですが、ですね、まあ、あの展示会とかでもあの皆さんもっと重いものが釣れるものが欲しいとか、はいはい、もっとリフトの幅に応じてですね、そのままサクッと刺して使えるものが欲しいとかっていうお声をちょっと形にしまして、はいはいはい、で今回あの新しい釣り吉くんを発表いたしました。でかいですね。大きいです。しかもこれ何ていうんですか、これもう全てがごつくてこれこう止まるようになってるね、はい、リフトから外れないようになってます、はい、今もうすごいでかい機械ばっかじゃないですか、はい、さあそれも釣れるということで、そうですね、しかもあのリフトも大きいやつでも全然対応できるってことですね、はい、で一応3トン以上のリフトをベースにあの設計してますんで、なるほどね、出ましたよついに。お話は聞いてたんですけどね、新しいのが出るよというね、はい、であとはまあ足とかの強度も増してですね、あとゴム板の厚さですとか、ゴム板が全然違う、ね、はい、ごついね、でかいやつはちょっと釣れなかったですかね今までは ね、 そうですね、すごい大きいですか今ね、はい、機械がね、あとまあ先端の角も強度を増して、さらにあのこの辺も強くなってるんだ、ああごつい、めっちゃごつい、奥行きというか、あ、奥方にも入るから、どんなやつにも対応できるってことだね、はい、大きいね、幅が広がった分、あの今まで外側にもあの足のつける位置が ありましたよね、はい、こう広げれるようにね、その幅が広がった分、あの中の部分で全て完結できるという、で、あの広げてたけど、これを広げる必要がもうなくなったってことだ ね、 ね、回せば内側使えますからね、はい、これだね、私んちはこれあるんでね、もう一つね大きいのあればいいなって感じですね、はい、今までのものはあの従来通りこちらの T 線を使っていただいて、うん、大きい機械についてはこちらを、うん、大きいやつはこれ、はい、使い分けいただくような、うん、使い分けした方がいいね、はい、小さいやつこれで十分だもんね、そうですね、うん、使いやすいしね、はい、これはこれで絶対使いやすいしね、はい、大きいやつはこれ買っといた方がいいわ、あとですね、はい、アタッチメントの方もアタッチがある、はい、今開発してまして、あ、開発中だ、はい、開発中でございます、どういったアタッチができそうなんですかね、この鈴木くんの足の刺さる部分に、要はここに、はい、アタッチメントで、スイングドローワーとかあのハーベスターのあの牽引物、はい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 、そういったものに対応できるような、ね、今アタッチメントを、なるほど、はい、制作しております、制作中だ、楽しみだね、さあこれを付け替えて、はいはい、ロアリングペチャッと引っ掛けてね、はい、あの引っ張ったってあのピンがね止まってるからね、はい、抜けることもないし ね、 ね、これからまたこれは発売される予定だったのでね、はい、これを買っとけば新しいのができても付けれるということです、はい、ございますね、わかりました、はい、ありがとうございました、はい、高橋責任者さんでございました。おまこちゃん、どれがいい、どれが、これ、これ買おうか、ベンツ買おうか、ベンツレクサス、これ買おうか、でもね、ママダメなんだって、邪魔くさいんだって、どこに置くのって言ってたよママ、ダメだ、おじじこれいいなと思うんだけどな、滑り台買おうか、あ、ここにもあるよ、滑り台、これでかいよ、これはこれ買ってっかしたら、ね、折りたたみ滑り台、ベンツより全然安いわ、これあんま大きいのじゃダメじゃないか、小さいぐらいでないとお孫ちゃんには危ねえな、ペコボコしてる方がなんか面白そうだね、よし、これにしよう、はい、決定です、はい、滑り台です、他にも買ってっかなんかな、お孫ちゃん、お孫ちゃん、これどうだ、これ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 、タワークレーンコレクションセット、これトラクターないのか、トラクターは、お孫ちゃんどっちがいい、これこれもあるよ、これこれとこれと、どうしよう、こっちの方が遊びやすいか、これにしようか、これにしよう、こっちのスーパーカーの方がいいんじゃない、こっちはショベルだけどね、はい、これ分にしましょう、はい、はい、どうも、スーパーカーです、はい、クリスマスプレゼント買いました、孫割りだって、孫割り、うん、うん、おじじおじじ孫割りで買っていくと、うんうんうん、どうですかどうですか、はい、うんうん、気に入りましたか、滑り台は、おじじの買った滑り台、はい、よ
こい小一やった、楽しいね、嬉しいね。二号くん、お兄ちゃんの顔見てんですか。二号くん、弟ちゃん、お兄ちゃんにガンつけてんですか。お兄ちゃんガンつけられてるよ。なんで僕のプレゼントはないんですかって怒ってますよ。二号くん、これから買ってくるから、おじじね。二号くんのはね、実用的な服だ。また服買ってあげるね。二号ちゃん、これから買ってきますから我慢してください。クリスマスには届けます。目クリックリしてます。これから買い物してきます。二号くん待っててください。お兄ちゃん、弟のプレゼント買いに行くよ。お兄ちゃん着替えてください。お兄ちゃんは滑り台に夢中です。